なんかお話しながらドタバタご飯食べてようやく落ち着いたみたいな感じで。どうですか、これなんか素敵な空間じゃないですか。このね、この丸いボールみたいな。まあ、例えばなんかジュエリー入れてもいいし、いろんなこのバスケットっぽく使えるんですけど、まあ、こっちの人ね、こうやって壁に貼ったりして、なんかデザインっぽく使ってる人が多くて。まあでも、ここも結構人気あるのか、昨日は満室だったんですよ。だからその、僕はここで出会った友人が昨日のフライトで帰ったんですけど、もうここを満室とか仕方がなくて、その空港の近くの方に違うところに泊まったっていう、まあ、最後の最後の会っときたかったんで、まあ、ちょっと時間もあったんで、その、マミさんとこの NGO の取材の前に、まあ、空港の方まで行って彼と再会して、ちょっとお話して、まあ、また日本で再会しようねって言って。ですよね。ちょっとおしゃれですよね。安いんですよ、これ。これで25ドル。もちろん、僕の部屋はたまたまちょっといい部屋で、ダブルベッドルームが一つ、シングルベッドルームが一つあって、広い部屋で。まあちょっと、シャワーはね、みんなが一斉に使うとお湯出なくなって、まあ一人白人の女性がそれをクレームしてて、なんか大喧嘩してたりしましたけど、なんか、スタッフがね、このジャズリンっていう、まあでも優秀なんだけど、まだ学校卒業してここ働き出して2ヶ月。まあでも何でもできるし、もう一人お掃除とか全般をやる女性がいて、あとセキュリティのお兄ちゃんが一人いる。3人でやってる感じですけど、まあアメリカ大使館近くて閑静な住宅街で、まあいいところですよね。そう、さっきのクッションと同じくらいね、僕が気に入ったのがね、このカーテンなんですよ。じゃん。この模様が欲しくてね、こっちのキミロンコマーケットっていう、この本当何でも売ってるマーケットで、これは写メ撮ってて、これと同じのないのって言って、もしあったら本当にちょっとかさばるけど買ってって、自分家のカーテンにしようかなと思ったんですけど、なかったです。残念。じゃあ最後のバナナをいただきます。昨日もそうです。今日もやっぱり昼暑くなりそうですね。昨日もやっぱ28度ぐらい。でも、真夏でも、30度はあまり超えないんですよね。だから日本に来てたヴィンセントたちが言ったんですけど、いつこのルワンダに来るのがいいって言ったら、夏って言うんですよ。って夏なのって、暑くねって言ったら、いや、日本の夏暑いでしょって、このルワンダの方が日本の夏より暑くないから、その日本で過ごしにくい夏にここに来るといいよって言われて、とか思って。ただ夏ってね、お盆も含めてハイシーズンなんで、チケット高くなるからちょっと夏来れないなって言ったら、妹もやっぱ日本にいたから分かるね、そうよねって、日本はその8月と、あとなんだっけ、ゴールデンウィーク、あの時はめっちゃ高いよねって言うから、そうなんだよって。まあだからね、サラリーマンの人たちとか、そこしか休みが取れない人は、もうそこで一気にあちこち行こうとするから、もう下手したら倍のフライトチケットみんなでも買うから、やっぱりね、航空会社も強気になって高い値段にしちゃうよって。そうなんです。日本よりも健康的な暑さです。で、やっぱり連日こうやってこの携帯なんかでも見たりするんですけど、今日もやや曇り、最高気温29度、今24度。まあ、朝で24度、ちょっと暑いぐらい。で、意外とすごいのは、最低気温が16度なんですよ。朝冷える。まあ16度って秋みたいな感じ。で、昨日は夜、ルワンダに来て初めてちょっと暑いかなっていう。ずっとなんか、長ズボンのスウェットみたいなのに寝てたんですけど、昨日は短パンで。初めて、ああ、暑いなっていう。で、時々その上もパーカーとか着てたんですけど、昨日も T シャツ1枚で。なんか初めて夜暑いなっていうのが昨日の夜だったんですけど、まあ最高気温がやっぱ29度。まあやっぱ今日も昨日と同じくらい暑いんでしょうね。まあでも、それでも29度なんで、日本の夏なんかね、まあ東京でも35度、37度になったり、で、僕の生まれ故郷の岐阜なんかね、まあ、岐阜が日本一暑いか、群馬が日本一暑いかみたいな。なんかもうね、40度近い39度とか。
それを思うと、なんか日本人のイメージからしたら絶対なんかアフリカって暑い国っていう、そんなイメージだと思うんですけど、まあまあルワンダに関して言えば全然そんなことなくて、本当に緑も多いし、でその南部の方をちょっと行かせてもらった時に、やっぱ水田が広がってたり、山も緑豊かで、なんか写真をちょっとこう撮って、こっちの建物が写っちゃってると、ああなんか外国なんだって、そのこの山と水田だけを写真撮って日本の人に見せたら、これ日本のどこって聞くと思うよって昨日ヴィンセントの家族とも話してたぐらいに、まあ山間部は日本に似てる。まあよく見るとなんか南国風のあの木があったりして、あ、あったかい地域だなっていう感じがちらほら見えますけど、基本的には本当に日本に似て、本当に水田なんかあるとなんか日本の山間部来たような気持ちで、で、まあ、今日このルワンダのキガリからエチオピアのアジスに飛んで、まあ、アジスから日本に帰るんですけど、これがエチオピアに行くとやっぱりそのまあここより全然発展して大きな町だけど、その飛行機から見るとやっぱ大地が赤茶色。でもこのエチオピアからウガンダ、ルワンダってこう下ってくるときに、なんかやっぱ緑が増えてきて、なんか僕もそのこんなに緑豊かだったって想像してなかった。あまりね、なんかそのルワンダのね、その自然とかって、まあ、マウンテンゴリラはちょっと有名やけど、紹介されることもないし、まあ、僕らのイメージするよりも、本当に、まあ、小さいですけどね、ルワンダって、総面積が四国の 1.4 倍ぐらい。だからまあ、エナシーズ端から端まで行くのに、まあ、車で1日であれば行けちゃうぐらいの大きさですけど、まあでもそこはね、かなり緑豊かで、まあ過ごしやすい。ちょっと川はね、残念ながら日本みたいな、透明な、綺麗な川じゃなくて、ちょっと濁った川でしたけど、まあでも本当に豊かな自然で、で、ちゃんと雨も降るし、そういう面では、人が暮らす分にはかなりいいとこなのかなっていう、まあ、小さな国でかつてのジェノソイドがあったり、まあ、周辺に、まあ、コンゴがあってブルンジがあって、まあ、この国にも難民が来てて、ちょっと、まあ、周辺との関係性も含めて大変ではありますけど、生活環境としてやっぱりかなりいい国だと思います。その、国の政治とかそういうの一切抜きにしてね、この僕らが生きる自然っていうことを考えたときに、ルワンダはかなりいいと思います。僕はアフリカ5つしか国行ったことないですけど、まあ、ケニア、それからエチオピア、スーダン、そしてブルキナファソ。まあまあどこもそれぞれいいところあるんですけど、まあ、スーダンに関して言ったらまあ激アツ。僕がこの長い旅の中で一番この経験した暑さがスーダンで51度。もう想像つかない暑さ。もうなんかタクシードライバーみんな軍手してます。ちょっと放置したらもうハンドルが持てないくらい熱くなる。それがスーダンで。まあケニアもね、マサイがいたりいろいろいいんですけど、まあ正直なところ、一般的な街のセキュリティは、やっぱルワンダの方が全然安全。で、ブルキナファソはまあまあ人もいいし、まあ、ブルキナファソ行く日本人なかなかいないと思うんですけど、まあ、自然はやっぱこっちルワンダの方が勝ちなんだけど、人の良さはルワンダとタメはるかっていうぐらいに素朴でみんな優しくっていいんですけど、まあ、ちょっと難点なのはみんな話すのがフランス語なんで、僕はまあね、ブルキナファソよりここの方がちょっと英語なんです、この動きやすいなっていう。で、ブルキナファソはちょっと厄介なのは首都のワガドゥグーでも連日停電するんですよね。やっぱ
ここより暑いし、そのエアコンなんかもあるんですけど、この昔の家っていいですね、呼吸するから、外気入れたりとか。でもやっぱりコンクリートで作られたホテルでエアコンがあって夜停電すると、やっぱもう本当サウナの中にいるような、まあ、スーダンでも停電して、まあ、日中の温度が50度になる。で、夜になっても30度以上ありそうだ。そんな、日本でいう熱帯夜。そんな中で停電されて、エアコンが止まった時に、もう僕は、まあね、アフガニスタンとかでもそういうの経験してるんで、もう、しゃあない。もう、この T シャツ着たまんま、シャワー浴びて、びしょ濡れになって寝て。で、スーダンって結構ドライなんで、2、3時間経つと結構乾いちゃってて、また暑くなって、もう一回シャワー浴びてみたいな。そんな緊急避難的な、この寝方をしたのがスーダンで。まあ、そんな国々と比較すると、やっぱこのブルキナファソじゃないわ、このルワンダは過ごしやすいですね。このゲストハウス、エアコンないですもんね。まあ実際いらない。でここに泊まってた日本人 その矢島君っていうのは、まあ、昨日帰ったんですけど、彼はちょっと暑いって言って扇風機借りたらしいけど、まあ、彼の部屋はこっちの裏側なんで、ちょっと風通せる。こっちの、なんていうかな、そのキガリの中心街に面したお部屋は風が入ってくるんで、まあまあ過ごしやすい。まあ別に扇風機、エアコンもちろんいらない。まあ窓開ければ十分。まあで、まあ蚊もちょいちょいいますけど、まあいわゆる日本のベープマットみたいなやつがあったり、まあ何回か刺されましたけど、多分マラリアもそんなでもないでしょうし、ブルキナファソはもうものすごくマラリアが多かったんで、まあ現地の人も、マラリアになる人も多くて、まあ、日本の NGO がそのモスキートネット、蚊帳を現地の人にプレゼントしてたりして、まあ、村々はもちろんそんな、ね、電気ないしベープマット使えないし、まあ、蚊取り線香もそんな効かないんで、まあ、蚊帳が一番よくて蚊帳をプレゼントしたりしてましたけど、まあ、で同じアフリカって言ってもやっぱり全然気候違うし、やっぱ蚊に刺されるだけでマラリアに なるっていうのは結構気使わなきゃなんないんで、今回無防備に僕は虫除けすらも持ってこずに、でもなんかどっかで虫、蚊じゃない虫に刺されてちょっと足かゆかって、あれ俺どこでこんな虫にやられたかなみたいなのあったけど、まあまあそれもね、1ヶ月ぐらいだったら別に大した問題でもなくて、まあ大変なのはこっちに住んでる人と、その難民としてこっちに来た人、もう難民キャンプだったらそのね、虫刺されに対する予防以前にもう食べることで精一杯なんで、まあ、そんなん考えるとね、僕らをまあ全然恵まれてるし、まあ多少暑かろうが寒かろうが生きていけるなみたいな。あっという間に日本は4時24分。こちらは9時半。まだまだ時間はあるんですけど、まあ多分そんな、この感じで見るとそんなにすぐ新しいお客さんが来るわけじゃないですか。一応ここオフィシャルにはチェックアウト10時なんで、まあ一応荷物パッキングを始めようと思います。まあまあ大したことないですけどね。まあなんかもし早めに部屋開けて掃除するわって言われた時に出れる準備はしとかないと、もうまあそこはマナーなんで、まあ矢島くんがいた時もなんか11時ぐらいまで全然行って、12時近くになってそろそろ部屋開けてくれるって言われたんで、まあ多分同じ感じかと思いますけど、一応はいつでも出れる準備をしようと思います。はあ、というわけで、ルワンダ定期通信、最終回になりました。3月14日、あ、なんか3月14日って特別な日が気がしますね。実は今回、来る前に遠方の僕の友人が、もうギリチョコっていう言葉も古いですけど、チョコレートを送ってくれて、もう彼女ももう20年以上前に出会ったと思うんですよ。もうそこから全然再会してないんですけど、そのチョコレートを、まあ、日本で食べる暇なくて、まあ、こっち持ってきて、夜いただいたチョコをエマージェンシーフードにするのもどうかと思いますけど、いただいたんですけど、まあ、その返礼の日が今日ですね。ウェブ上で返礼しておきましょう。いやいや、あのチョコレートいただきましてありがとうございました。ということで、
パソコンのカレンダーを見たら3月14日、ホワイトデーですかね。日本はまたいろんなところでチョコとかいろんなものが売れる日ですかね。そんな3月14日、雲が晴れてきてだいぶ快晴、いい天気の、ちょっと T シャツでもちょっと暑いかなっていう、そんな気候の、ルワンダの首都キガリからお届けしました。あっという間にルワンダ定期通信、僕の日々のこの日記代わりも含めて、こうやって日々あったことをこうやってお話して、リアルタイムに日本の皆さんにお届けしつつ、日記書くこんだけの時間がないんで、お話しながら帰って、日本に帰った時に、こんなことがあったって思い出せるようにも含めて、海外から初めて YouTube ライブやらせていただきました。あっという間に最終日になってしまいました。日本帰ってからもこのルワンダの動画、どんどんアップしていこうと思ってます。ありがとうございます。で、そしてこのエチオピア経由で日本に帰るまでも時間あるんで、またエチオピアもトランジットの時に、Wi-Fi あるんで、エチオピアのアジス空港からもまたやってみたい。日本何時になるんですかね。これからも皆さんよろしくお付き合いください。いろんな動画見てもらって、これもそうですし、ほんの些細なコメントでももらえると嬉しいです。最終日のルワンダ定期通信、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。かなえさんもそうですし、山本君もコメントくれてありがとうございます。皆さんが見てくれると、本当にお疲れ様です。本当にありがとう。最後までいてくれてありがとう。また、今何やってんのかな。日本で再会できたらいいと思いますし、よかったらコメントでね、いろいろ書いてくれて、どっかでまた再会しましょう。かなえさんもぜひ、講演の時またお声かけさせていただきます。ということで、ルワンダの首都キガリからお届けしました。次は皆さん日本での再会できることを楽しみにしております。またウェブ上、日本からもライブ、それからいろんな動画を上げてきて、アップしていきたいと思いますので、ぜひ見てやってください。皆さん長時間お付き合いありがとうございました。それではまた。